こんにちは。前回と同じ入門レベルの問題ですが、これで今日はレーザーを飛ばすというやり方で進めてみます。まず9つブロックがありますが、この中で1が入ってないところを見つけます。ここは1があります。ここにも1があります。ここにも1がないですね。ということで、レーザーを飛ばすというのは、ここから1のレーザーでビームをビューッと飛ばすということになります。そうするとこのブロックの中ではここには1が入りませんから、入りうるところはこことここになります。次にこちらを見ます。こちらを見たときにここに1がありますね。でこの1が効いてます。この1のビームをずっと伸ばしますと、ここに入りませんから、もう残りはここだけになります。なのでここが1に確定をします。こういうやり方になります。あと1がないところはここはないですね。この場合この石のビームをビュッと回しますと、ここが入らないですね。そしてこれをこう伸ばしますと、ここが入りませんから、ここが確定ということになります。この場合これとこれやりましたが、これだけでもそうですね。これを伸ばしましても、それだけでここが1が確定になります。これで1は全部入りました。次は2に行きます。2が入らないブロックはここが入らないですね。入ってないですね。ここ入ってないので、ここにつきましても、このこれからビームを伸ばしてここは入らない、これから伸ばしましてここは入らないということは、この3つに限定されます。そしてこちらを見ますと、ここに2がありまして、ここにも2があります。この2つをビュッと伸ばしていきますと、ここだけしか残らないということで2になります。あとはここが2がないですね。ここに2がないです。これを見ますと、2をこう伸ばしまして、そしてこう伸ばしますと、こことここ、これが来ますと、ここが確定ということになります。これで2は全部入りました。では次に、3に行ってみます。3が入ってないブロックは、このブロック入ってないですね。なので、これもですね、いろいろとやり方があるんですが、この3がこう伸びてくると、それだけでここが3に決まりますね。3です。あとは3が入っ、ここは3が入ってないですね。3が入ってないです。これはもうこれをこう伸ばしますと、ここが3に確定します。あとここが入ってないですね。これはこの3をビュッと伸ばしまして、この3をこう伸ばしますと、ここが3に確定をします。これで全部終わりました。今度は4ですね。4は入ってないところがここがありますね。ここにつきまして、この4をこう伸ばします。そうするとここは入らないですね。この4をこう伸ばしますと、ここは入らない。なのでここが4に確定ということになります。ここは入ってないですね。これはもうこの4をずっと伸ばしてくれば、もうここが4に確定をします。そしてここにないですね。どちらかないです。これはこの4がありますから、こう伸ばしてくると、ここが4に確定します。あとここもないですね。これはこう伸ばして、
これがこう来るとこう4ですね。こうなります。これで4は全部入りましたね。入りました。次は5はここに入ってないですね。ここにつきましては、この5の伸ばします。そうするとこことここですね。でここに5がありますから、こう伸ばしますとここが5に確定をします。あとはここがないですが、これはもう1個しかないですから5ですね。ここもないですね。この場合は、ここかここということですが、ここに5がありますから、こう置きますとここが5で確定をします。ここもなくて、これ2個ですが、ここに5がありますね。この5の、この5をずっと伸ばしますと、ここが確定をします。5はこれで、あ、ここもないですね。これは、これをこう伸ばしますと、この5を伸ばしますと、ここが5で確定をします。これで全部5が、あ、ここまで入ってない。入ってないですね。これは5がここありますから、こう来ると、ここが5で確定します。じゃあ次は6に行きます。6は、ここ6が入ってないですね。6が入ってなくて、こちらにもないと。いうことで、まあこういう場合は、予約ということで66としておきます。こうしておきますと、ここに6が入ればここが6、こちらに6が入ればここが6ということになります。これ予約ですね。前回の方で、マスチェックの時にも同じことをしましたが、予約ということです。二国同盟ではないですね。あ、これはですね、2個ですから、まあ二国同盟なんですけど、今日はレーダーということで、それは話は別ということになりますね。66で、あとはここになくて、これを伸ばしますと、ここ6ありますね。こう伸ばしまして、これをこう伸ばしますと、これとこれですね。そうするとここが6に確定をします。そうするとこれがですね、6になりますね。こちら側が6になります。6になります。あと6がないところはここにもある。ここはないですが、これはもう6を1個しかないですから、そのままですね。これで6は全部入りました。次は7に行きます。7は、7ここにある。ここはないですね。ないですが、このビームをこう伸ばしますと、ここが7になります。そして、ここもないですね。これは、このビームをこう伸ばしますと、ここが7になります。ここもないですが、1個しかないですから、もう7に決まりです。7、7、7。これで7全部入りました。次は8です。8、ここは8入ってない。1個ですからもうこれは8ですね。そしてここは2個ありますが、この8がありますから、こう置きますとここが8になります。あとはここにないですが、これは1個しかないですから8に決まりですね。これで8は全部入りました。次は9ですが、もう9はこれ残りは全部9ですね。9、9、ここも9、そしてここも9ということで、まあ、レーザーの場合は、まあ、結構楽にですね、こういうふうに決まりますから、これはもう対応した方がいいですね。対応した方がいいです。次回はですね、初級編ということで、やりますが、この初級編につきましては、問題をですね、つけておきますから、また、
前回と同じように左下のキーボードのキーですね、コントロールキーを押しまして、押しながらアルファベットの P、この辺にありますから P を押しまして、それで印刷をして、紙で練習してもらえればいいかなと思います。ということで、よろしくお願いします。